はい、アンディです。今回なんですけど、こちら M11 の JPEG 撮影、こちらのね、ちょっとお話をしていこうかなと思っております。ぜひ最後までゆっくりご覧ください。はい、改めましてアンディです。M11 ですね。基本的に僕ね、撮ったものは必ず現像はやっぱかけてまして、色味、まあ色を入れてるというよりはコントラストの調整なんかをね結構入れるんですけども、まあ実際でもね JPEG でもかなりいい感じに撮れるっていう部分もありまして、今回はちょっとその話をねしていきたいなと思ってます。でね、岩井ミーヤのチャンネルでもね、やっちゃえ JPEG っていうね、なかなかいい感じのタイトルでね、JPEG の話出てるんですけども、まあその辺ちょっとねせっかくなんで深掘っていけたらいいかなというふうには思っています。早速ね、写真ご覧いただきながら話し進めたいんですけども、まず1枚目こちらですね、ISO は 200F2 ですね。で1000分の1のシャッタースピードで撮影しています。これね、窓ガラスの奥側が、まあ、道路といいますか街路樹になってまして、で植え込みの葉っぱがね手前に見えてるような状態で、ちょっとポツポツ雨が降り始めてガラスに当たってるんですね。まあ、その様とかがちょっと面白いかなと思って、でさっとねカメラを取り出して撮影してみた感じなんですけども、いや結構好きな色で、まあ、実際じゃあ僕これ現像した時どうするかで、多分もうちょっとコントラストがガツッとつくんですけど、まあ、ただねこの写真を見る感じだと、いや意外ともうこれ以上別に触らなくてもいいかなと、ちょっとだけトリミングして、右端削ればねそれでいけるかなという気もするので、まあ、こういう写真が上がってくるとね、ああやっぱ JPEG でもいいんじゃんって、やっちゃい JPEG ってやっぱ思うんですよね。続いての写真はねこちらですね。これね夏に撮ったものなんですけど、こんな赤い葉っぱっていうのがちょっと珍しくてね、ガツッと撮ってみたんですけど、結構ね好きな色味で上がりまして、こちらはですね ISO が64ですね。で F2.4 で2000分の1のシャッタースピードで撮っています。結構ね好きな色味なんです。まあ実際これもう現像かけたら黒いところがもっと黒く潰していくっていうのが僕のやり方だとは思うんですけども、でちょっとだけねこれ設定変えてもう1枚撮ってみまして、こちら ISO64 は変わらずでね F2 でね、シャッタースピードが500分の1、ちょっとこう明るく撮ってみたって感じなんですけども、いかがですかね。こっちが好みっていう方もいるかなとは思うんですけど、まあ、僕はちょっとこれ明るすぎて、やっぱこういう写真が上がってくると現像で黒くしたくなるんですけど、1枚前これだとね、いや意外とそのまま好みなんですよね。なのであながちこうね JPEG 撮って出し、いやありだぞって思ってるのが本当最近の傾向ではあります。はい、続いてはねこちら葉っぱですね。この葉っぱもねなかなか撮って出しにしては僕の中では気に入っておりまして、ちょっとねよく見ると一番手前の葉っぱではなく2枚目2個奥目の、ね、葉っぱがジャスピンみたいなんですけど、この辺がまだまだちょっとね捉えきれてないところではありますけど、まあそれは操作性ですね。でそれをねさらに一段明るく撮ってみるとこちらっていうところで、ISO64 のままにしまして F1.7 で、シャッタースピード90分の1まで落としてます。ちょっと明るいんですよね。まあこの写真自体がね、まあ普通っちゃ普通で別にこれでいいよねっていう人もたくさんいると思いますが、まあ僕の作風からするとやっぱ1個前の方がちょっと好みで、もうちょっとだからメリハリつけたくなるっていうのはその辺かもしれないですね。はい、まあね草花は結構ね取り歩いてきてる方ではあると思うんで、自分の好みが結構しっかりは分かれてるので、まあそんな中でも JPEG 取って出しができるような設定が見つかるっていうのは、まあ僕の中では嬉しい感じしますね。まあ、なのでね、SNS に出すぐらいだったらもう別にこれでもいいかっていうようなちょっと気もしたりとか、まあ、悩ましいところではあるんですけど、インスタグラムにはさすがにまだ加工したものしか出してないんですけど、結構ね、ツイッターの方ではね、やっちゃい JPEG ってタグつけてね、バンバン JPEG 出してるんですけど、まあ、ありかなって自分では思ってますね。ちょっとね、次はね、テーマを変えて、空を撮ってみました。こちらもちょっと見ていただきたいんですけども、はい、こちら手前にまあ船がありまして、奥が海で、さらにその上が空っていうことでね、これ結構いい青が出たなと個人的には思っております。 ISO が64で、縁がねこれ 9.5 まで絞りましての750分の1のシャッタースピードになってます。結構ねパキッと撮れたかなと思ってまして、やっぱね解像感 F8、F9 あたりはいいと言われてるだけありますかね。どうでしょう。はい、この青の色がね JPEG で出てくれたら結構僕の中では OK というかありっていう感じしますね。はい、もう一枚いきましょうか。これは UK ですね。 ISO200 で、F5.6 4000分の1というシャッタースピードになってます。奥のねこのなんかまあ輝いてる雲、ここをちょっと見せたくてね、
少し絞って撮ったっていう感じなんですけども、シャッタースピードがね、まあ、4000分の1以下にはできないので、まあ、その辺でのバランス調整って感じなんですが、これもでも結構いい青のグラデーションがまあ出てるのかなっていうところと、あと手前のシルエットを僕黒くぶっ潰すのが好きなんですけど、それがねこの JPEG の時点でもしっかりできているなというのは僕の中では収穫ですね。はい、もう一枚もっと暗くなった時撮ってみました。これはね ISO200 でね開放にしてます。 F1.4 で、1000分の1のシャッタースピードですね。これはねこの雲の雰囲気、シルエットっぽい雲ですね、こちらをちょっと活かしたかったんですけど、なんかね暮れゆく空というイメージも出てるかなと思いまして、なんかそうですね黒の表現もなんか JPEG 十分出てくるなっていうイメージで、はい、最後にもう一枚雲ですね、光り輝く雲をちょっと撮影しまして、 ISO200、F 値を 6.8 でシャッタースピードは2000分の1ですね。この表現はね、まあ、もちろんこれ現像かけてもっとパキッとさせることもできると思うんですけど、手出しでこれが出るっていうところが一つのポイントかなともまあ思ってまして、いやーやるじゃん JPEG、 やっちゃえ JPEG って感じしますね。まあ好みといえばもう本当好みだと思いますし、まあもちろん僕もちょっとコントラスト強めな写真の方が好きっていうのはまあ前提にあるので、何でもかんでも JPEG でいいよとは思ってはいないんですけど、結構ありな範囲のものが撮れ始めてるなっていう気もしてます。最後にねちょっと軽く物撮りもしまして、ちょっと JPEG 出しまた見ていただきたいんですけども、まずはこちらですね、はい、SL2S をね M11 で撮りまして、ISO800、F16 で、60分の1のシャッタースピードということで、なるべくこうちょっと全体にピントを当てたかったのがあって、ね、結構絞り込んだんですけど、まあ、その分 ISO を稼ぎまして、で照明1灯だけですね、あの奥に伸びる影を作りたくてちょっとこういう風に当ててみたんですけども、被写体の影を持ち上げてもいいかもしれないんですけど、まあこれはこれで味出たかなと勝手に思ってまして、いや十分 JPEG でいけんじゃないのっていう世界観で、もう1枚ありまして、これも ISO800 の F5.6 で背景にさらに黒を敷いたっていう感じで、もう闇の中に浮かぶ SL スペースをちょっと演出したかったっていう意図なんですけども、これもまあもちろんそのシャドウを上げるとかいう手はあるとは思うんですけど、いやいやいや、ここまで表現できたらありかなと言って、もちろんこれね前後 F 値変えたりとかシャッタースピード変えたりとかしながら撮っていて、まあ僕の中での一番いいやつを選んでるっていうのはもちろんあるんですけど、いやこんだけ JPEG で出せるのやっぱすごいなと思いますね。はい、続いては逆にね M11 をね SL スペースで撮ってみました。これはちょっとなんか M11 のねあの ISO 検証とはちょっと違うんですけど、まあせっかくなんで見てもらおうかなと思ってます。 ISO が 1600、 F5.6 で200分の1、このね表現なんて言うんですかね、浮かんできてる感じになってる SL2S えぐいなと思いましたね、これが出た時は。でこれもライト1灯だけですね、手前から当てて奥はもう沈ませてるんですけど、いやー好きな絵が撮れるぞと思ったのはもしかして SL2S かもしれないっていうちょっとオチがありますが、はい、これちょっとね横に被写体向けまして、ISO 1600まで上げての F5.6 200分の1のシャッタースピード、これねレンズをちょっと狙いに行ったんですけど、メモリのところ、いやー結構かっこよく映してたかなって勝手に自分では思ってるんですけど、まあ、手前のねちょっとねこのアクセサリーホルダーのところが若干邪魔なので、使うときはもう縦構図縦切りにしてちょっとこう拡大して使うかなという気はするんですけど、ただ色味調整とか影調整は全くしてないので、本当にこのレンズのねなんかしっとりとした感じとかはこの絵で見せられるんじゃないかなと思ってまして、はい、といった感じで、JPEG 撮って出しやっちゃえ JPEG 見てきましたけど、いや JPEG もやっぱ面白いですね。でちなみに今回僕は全くフィルムシミュレーションは使ってなくてですね、スタンダードで全部撮影してます。で選べばねナチュラルとかビビットとか、あとまあモノクロームでも撮れるんですけど、いろいろね、最初の設定から遊べるっていうところは本当 M11 の面白さかなという気はしています。まあ僕はそのどうしても現像前提があるのであんまりフィルムシミュレーション使わないっていうのがあるんですけど、まあなんかいろいろまだまだ遊べそうですね。まあそういう意味でねちょっと早く岩井兄やんとね M11 コラボして、いろんなね機能紹介なんかもね本当はね個性出しながらやっていきたいっていう思いはあるんですけど、まあね早くその辺もね実現させていきたいなというふうには思っております。そういった感じで僕のチャンネル、ライカ情報カメラ情報を出しております。よかったらチャンネル登録お願いいたします。高評価もお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。